全国津々浦々に結成され、226万人余りの大きな広がりを持つ組織に成長し、それぞれの地域を守るため日夜熱心に活動されている婦人防火の第13回全国大会が11月21日茨城県水戸市の県武道館で開催されました。地元から、そして全国各地から、この会場いっぱいに大勢の皆様方のご参集をいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから第13回婦人防火全国大会を開催いたします。世の中で一番大切なのは人間の生命、身体、財産であります。それをお守りするのが消防防火であります。そういうところから、どの世界国に行ってもですね、消防が一番ランクが高く扱われているんです。それで私は人生世界で初めて200年論を言い出した男で、本年の5月の4日に、満90です。とは老眼鏡を持っとらんの。3階4階駆け足上がっちまいますから、どうか皆さん方もですね、200歳も300歳も長生きして、世のため人のため事業を行い、徳を積んでくださることをお願いをしますが、笹川会長の講話の後、北海道島牧村婦人防火クラブ連合会をはじめ20婦人防火団体と、鹿児島県仙台地区防火クラブ委員会をはじめ20民間防火団体に防火広報車が贈られました。本日は雲一点ない日本晴れに恵まれました。秋の日差しは心を落ち着かせるような落ち着いた日差しでございます。こんな良い日に恵まれて、この水戸の武道館で第13回婦人防火全国大会がこのように盛大に開催されますこと、本当におめでとうございます。会長が日本防火協会に就任されまして、火の用心の車を配ろうということになり、今日でちょうど440台、非常に貴重なお金を使いまして、全国に火の用心の広報車を配置して皆さんにお使いしていただいております。大会は第2部茨城よかって防火の集いに移り、水戸黄門に扮した笹川会長が三輪めぐみ保育園幼年消防クラブのちびっこすけさんかくさんを従えて入場、会場の大喝采を浴びました。開会宣言、ただいまより第2部茨城よかって防火の集いを開会いたします。
宣言の後、防火演技に移り、地元婦人防火クラブや幼年消防クラブ員たちが郷土色豊かな舞踏や鼓笛演奏を華やかに披露しました。あの三坂直子さん、 yes, I, I, I.